こんにちは。今日は激安品の LED 電球と高級品の LED 電球の違いを見ていきます。激安品はダイソーで販売されている200円と300円の LED 電球です。高級品はパナソニックから2300円くらいで発売されている LED 電球です。すべて 60W タイプです。まずパッケージを確認します。これはダイソーの200円で販売されている LED 電球です。高配光タイプ、寿命は2万時間、明るさは810ルーメンです。消費電力は 7.3W。 調光器具には使えません。これは使用されている素材です。ヒートシンクの部分には PBT 樹脂と呼ばれるプラスチックが使われています。中国製です。この部分にはプラスチックが使われています。注意書きにあるように密閉型や断熱施工された部分には使えません。次もダイソーです。ただこちらは300円のものです。定格寿命は4万時間、先ほどの2倍です。明るさは810ルーメン、消費電力は 7.3W、 密閉型器具に対応しています。調光には使用できません。これは使用している素材です。ヒートシンクの部分はアルミです。中国製です。この部分には光沢のある素材が使われています。多分この部分がアルミでできているのだと思います。断熱施工された部分には使えません。次はパナソニックから発売されている LED 電球プレミア X です。5年保証です。消費電力は 7.3W、 明るさは810ルーメン、寿命は4万時間です。ダイソーのものにはなかった炎色性の表示があります。 RA90 です。炎色性が高いので色は綺麗に見えます。調光には対応していません。断熱施工や密閉型器具にも使えます。中国製です。本体はこんな感じ。ダイソーのものと比べて少し重いです。重さも測ります。 31.2g、48.3g、62g。 表にまとめました。すべての LED 電球の消費電力は 7.3W、 明るさは810ルーメンです。寿命には少し違いがあります。ダイソーの200円のものは定格寿命は2万時間です。ダイソーの300円のものとパナソニックの2300円のものは寿命は4万時間です。値段が違う分使っている LED のチップが良かったり、あとは放熱がしっかりできる、そういったところからこういうふうな寿命の違いがきます。次は炎色性についてです。ダイソーは炎色性の表示はありませんでした。なので炎色性が良くない LED チップを使っていると思います。パナソニックの方については炎色性の記述がありました。 RA90 です。太陽光が100です。炎色性が高いほど色移りがいい LED になります。例えば食卓とか居間とか書斎とか、あとは洗面台とか、そういったところにつける LED としては、このパナソニックのやつがいいと思います。次は重さです。それぞれ 31.2g、 48.3g、 62g になりました。これは使われている素材であったり、中に使われている電子回路の違いであったり、そういったところからきます。あとは密閉型に対応しているかどうかです。パナソニックは断熱施工にも対応していますし、密閉機器にも対応しています。それだけ熱に耐えられるような部品を使用しているということでしょう。次は明るさを測ります。こちらのスマートフォンの照度計を使います。スマートフォンの照度計なんであまり精度には期待できません。ですが3つのうちどれが明るいかの相対的な比較はできるはずです。周りの電気を全部切ってからこのようにスマートフォンの上で点灯します。その時の照度計の明るさを読みます。ダイソーの200円 LED は900ルックスです。ダイソーの300円 LED は1050ルックスです。パナソニックの LED 電球は700ルックスです。照らされた面が一番明るいのはダイソーの300円 LED 電球になりました。逆に一番暗かったのはパナソニックの高級 LED 電球になりました。次は色がどのくらいよく見えるかです。これは普段使っている LED 照明で手を撮影しているところです。発色はそこそこいいと思います。色がどのくらいよく見えるかは炎色性によって変わります。パナソニックのものは炎色性は90でした。でダイソーのものについては特に表示がありません。これから色の再現性を見ていきます。ダイソーの200円 LED 電球です。ちょっと黄色みがかって見えますね。これは中白色だから仕方ないと思います。ダイソーの300円 LED 電球です。ちょっと白みがかって見えるような気がします。赤色の感じがちょっと少ないかなって感じですね。パナソニックの LED 電球です。肌のちょっとした赤みがよく見えているって感じですか。先ほどのダイソーの LED 電球と比べて、血色はよく見えますよね。これは炎色性が高いからだと思います。
色の再現についてはパナソニックの方が一歩進んでいます。血色がよく見えますね。例えば食卓、書斎、居間、キッチン、あとは化粧台なんか、そういったところには炎色性の高い LED 電球を使ってあげるといいと思います。色がよく見えるのでそっちの方が確実にいいです。逆にダイソーみたいに炎色性の低い LED はどういったところで使ったらいいかというと、例えば廊下であったり物置であったり、あまり長時間滞在しないところであったり、あとは色があまり重要ではないところに使うといいと思います。そっちの方が安いですからね。ダイソーの LED 電球の撮影中にちょっと気になったことがありました。それは何かというと、 LED 電球を撮影のカメラに近づけるとカメラの画面がよく落ちました。多分ノイズとか結構出てるんだろうなっていうふうに思います。パナソニックの方はカメラの方に影響は特にありませんでした。ノイズをまき散らしているかいないかの違いも多分価格に反映されていますね。パナソニックの方はノイズをまき散らさないようにいろいろ対策されていると思います。ただその分価格も高くなります。消費電力も測ってみました。ダイソーの200円 LED 電球は 6.7W 消費しています。ダイソーの300円 LED 電球は 7.1W 消費しています。定格消費電力の 7.3W と同じくらいです。パナソニックは 7.5W 消費しています。定格消費電力の 7.3W と同じくらいです。今までは LED 電球を見てきましたが、ちょっと違う電球も用意しました。これです。ちょっとつけてみたいと思います。はい、つけました。これは白熱電球です。白熱電球は一般家庭ではほとんど使われることはなくなってきています。白熱電球は蛍光灯に入れ替えられて、でまたその次の蛍光灯はさらに LED 電球に切り替えられると、そういった世代交代が起きているわけです。ただ白熱電球もなんかこういったその柔らかい色が出てて、なかなか、白熱電球に触ると火傷します。触ってはいけません。約束だ。白熱電球が点灯していますが、消費電力を見てください。64W も消費しています。この消費電力の大きさが白熱電球が使われなくなった理由の一つです。白熱電球はフィラメントが発熱した時に発生する光を利用した照明です。なので熱の副産物として光が出ている、そのくらい効率の悪い照明なんですね。こちらの消費電力を見てもらえればわかると思いますが、白熱電球1個点灯させる電力で LED 電球10個分を点灯させることができます。そういった理由から低消費電力な LED 電球にほとんど置き換えられてしまいました。やっぱり温度はものすごく高くなって、表面は150度近くになっています。 LED 電球がどのくらい発熱するかも興味があるので見てみます。このスイッチを入れると3つとも点灯するはずです。これだけ点灯してないですね。電源入れる前に配線確認しないからこうなるんだよな。今度は大丈夫なはずです。はい、全部光ってますね。発熱の具合はみんな同じです。70度くらいまでみんな発熱しています。白熱電球と比べると温度もかなり低いですね。ダイソーの200円 LED 電球はヒートシンクがプラスチックなので、もうちょっと温度高いかなって思ったんですけど、そんなことありませんでした。300円 LED 電球とパナソニックの LED 電球は、温度はあまり変わりませんね。だいたい同じくらいの温度になります。分解して中身がどうなっているかも確認しました。200円の LED 電球です。光るところのカバーは結構ペラペラのプラスチックで、厚さは1ミリくらいです。LED は基板の上に表面実装されています。本体の部分は全て金属製でできています。その上にプラスチックのカバーがはめられています。 LED チップが実装されている基板はアルミ基板です。 LED は11個使われていて直列接続です。 LED に流れる電流を制御する IC が使われています。アルミ基板の裏面には電解コンデンサーがあります。 IC 製105度です。回路は非常に簡単です。次は300円の LED 電球です。LED を覆うカバーの部分は少し薄めです。台座の部分は全て金属製になっていて放熱性は高いです。LED はアルミ基板の上に表面実装されています。LED チップは合計で18個接続されています。9個直列接続になっていて、それが2並列です。LED を光らせるための回路は先ほどとは少し違います。スイッチング式の LED 駆動回路です。
使われている電解コンデンサの温度グレードは105度です。パナソニック製の LED 電球です。 LED を覆っているカバーの厚みは2ミリです。ダイソーのものと比べると厚みがあります。厚みがある分光は少しだけ減衰されます。これは明るさを測った試験からもわかることです。外装はプラスチックです。外装の内側はアルミが使われています。熱を逃がすためです。これは LED が乗っている基板です。アルミ基板が使われています。 LED は合計で24個使われています。4並列が6つ直列接続になっています。 LED を駆動する基板はこんな感じです。複雑なので詳しく説明はしませんが、スイッチング方式のものが使われています。電解コンデンサーは2種類使われています。IC 製、温度グレードは105度です。もう一つはサムソン製、温度グレードは115度です。少しいいものが使われているみたいです。ということで今日はダイソーから発売されている激安 LED 電球と高級 LED 電球、高級っていうほどでもないんですけど、普通の LED 電球を比べてみました。ダイソーの LED 電球はなかなかコスパはいいと思います。ただ色の再現性があまり良くないのと、断熱施工されているところには使えません。そのくらいですね。あとちょっとノイズが出るかなっていう感じです。パナソニックの方はどうかというと、5年保証がついているのと炎色性が高いことですかね。炎色性が90なので色の再現度は結構高いと思います。で結局どっちを買えばいいかというと、使い分けてあげるといいと思います。ダイソーの方はあまり滞在しないところですね。例えば廊下であったり物置であったり、そういったところで使うといいと思います。パナソニックの方はどうするかというと、例えば居間とかキッチン、化粧台、書斎とか色が重要になる場所であったり、長時間滞在するようなところで使うといいと思います。実際炎色性が低いとご飯とかもまずそうに見えますからね。そういったことを考えると炎色性が高いというのは結構利点かもしれません。今日使ったパナソニックの LED 電球については概要欄にリンクを載せておきましたので、そちらの方から見ておくといいかもしれません。ということで最後までご視聴ありがとうございました。